栗川人は、日本の政治家、黒磯市長を一期、那須塩原市長を2期務めた。1962年3月、栃木県立那須農業高等学校卒業。1983年4月の黒磯市議会議員選挙で、初当選し、2003年まで市議会議員を5期務めた。この間、 1995年5月から1997年5月まで、2001年4月から2002年12月まで、市議会議長を務めた。2003年2月9日に実施された、黒磯市長選挙では、無所属で立候補し、渡辺義美衆議院議員の黒磯後援会長で、自民党の推薦を受けた候補者などを破り、初当選を果たした。 同年2月18日に黒磯市長に就任。2005年1月1日、黒磯市が那須郡西那須農町、塩原町と新設合併し、那須塩原市が発足したことに伴い市長を失職した。なお、黒磯、西那須の塩原の3市長の合併が合併協議会で、 協議されていた2003年当時、市民団体が三市長合併の是非を問う、住民投票条例の制定を直接請求したことがあり、栗川は反対意見をつけて、市議会に条例案を提案している。市議会で条例案が否決されたことを受けて、市民団体は栗川のリコールを目指したが、署名数が法定数に届かず2004年3月にリコールを、 断念している。新紙発足に伴う、市長選挙は2005年2月13日に実施された。栗川と、合併前の西那須の町長の平山武氏との一騎打ちとなり、栗川が平山を約1300票の僅差で破り初当選した。2009年2月8日の市長選挙では、現職の栗川の他に立候補がなく、栗川の無投票での再選が決まった。 これより、前、2006年12月には入院し、直腸癌の手術を受けている。なお、元西那須の町長の平山武氏は2009年4月26日の、那須塩原市議選で1位で当選している。2011年12月4日午後6時20分頃、自宅で倒れ、那須塩原市内の病院に搬送されたが、同日午後7時59分。 胸部大動脈瘤破裂のため死去した。67歳没。死亡当日も、直前まで市内の催しにおいて、挨拶をこなすなど、現役の市長として活動中の死であった。大動脈瘤は2006年に、直腸癌の手術で入院した際に発見されていたが、手術は受けていなかったという。死後、生後位に除せられ、朝日賞受賞を贈られた。ありがとうございます。